ズーズカレッジプログラマーコース、今回からオブジェクト思考という範囲に入っていきます。でこれまではですね、プログラミングのまあ基礎的な部分を中心にやってきたわけですけど、まあ、今回からですね、まあクラスとクラスを結びつけてシステムを作っていく、みたいな話を、していきます。でね、まあ、オブジェクト思考っていうのはシステムの作り方の一種ですね。まあ、詳しくはこの後、お勉強していきますけど、まあそうですね、早速やっていきましょう。でですね、先ほど、まあ、これからはシステムを作っていく技術であるオブジェクト思考をやっていくよっていう話をしたんですけど、そもそもシステムって何だろうっていう話なんですけど IT 用語辞典からね、引っ張ってくるとこう書いてます。システムとは個々の要素が相互に影響し合いながら全体として機能する、まとまりや仕組みのことですね。で、まあ、プログラミングを使ったソフトウェアのシステムっていうと、まあね、特にこれからね、やっていく話で言うと、まあ、イメージ的にはですね、いろんなね、クラスを作って、そしてクラス同士をね、組み合わせて全体として一つの機能を作っていく。まあ、そんなイメージを持っていただけたらいいかなと思います。でですね、まあ、とはいえなんですけど、まあ、全ての、まあ、プログラム、あるいは機能、そういったものって、まあ、書こうと思えばですね、一つのクラス内で、まあ、超長文のソースコードを書いて、まあ、表現すること、できるんですね。でもなんで、システムみたいな形で、まあ、クラスを分けて、作っていく方がいいのかなっていう話だと、まあ、いろいろとね、メリットがあるんですね。でですね、こちらにお出ししているメリット、上から順番に、まあ、簡単にね、説明していきますと、まずは、クラスごとに役割分担して作れると。まあね、こういう一つの、ソースコード、まあ、これをね、みんなで、一斉にいじくるっていうことは、まあできないですよね。一人が、修正して、じゃあ保存ってしたとき、他の人が、あれ書きかけだったのにみたいな感じになりますよね。なので、まあ、基本的にね、一つのソースコードっていうのは、まあ、一人で、見るっていうのが、まあ、普通です。でね、このようにクラスを分けておくと、じゃあ、このクラスの部分は A さん担当ね、B さん担当ね、C さん担当ね、みたいな形で、まあ、一斉に開発を進めることができますよね。で、出来終わったら、組み合わせて、はい、できましたと。はい。なのでね、特に、まあ、クラスをね、たくさん分けて、そしてたくさんの人数で開発していくような、大規模システムを作る上で、よく、このメリットっていうのが生きてきますね。で、あとはですね、短くまとまったソースコードは読みやすい&分かりやすい&テストは楽ということでね、まあ、1つのクラス、まあ、短く50行から100行とかね、まあ、そんなレベルだと、まあ、パッと分かりますね。で、あとはそれだけね、シンプルだとテストも楽なんですね。一方で、まあ、大体ね、長いソースコードっていうのは処理も複雑になってきます。そうなるとテストもすごい難しくなりますね。なんで、できるだけシンプルに、できるだけ見やすく、できるだけ短くっていうのが、すごい、まあ、管理とかね、そういったコストを下げる上でも、まあ、非常に有効であると。で、あとですね、一度書いたソースコードをさまざまなシーンで何度でも使い回すことが可能と。まあですね、これは、役割分担して、クラスを書いておくと。例えば、経理システム。で、経理システムにおいて、まあ、じゃあ、じゃあなんか、入金システムとか、じゃあ、経費の入力システムとか、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、そういういくつかあるこう経理に関するシステムの中で、じゃあ、消費税計算の、プログラムっていうのは、まあ、いろんなシーンで使えそうですよね。で、これをね、まあ、それぞれで消費税計算のプログラムを書くと、まあ、なんていうか、その経理システム内で消費税計算の箇所がいっぱいある状態ですよね。一方で、消費税計算の、クラスっていうのを一つだけ作っておいて、で、消費税の計算がしたければ、そこにアクセスする。っていうふうにしとけば、このシステム全体で消費税の、記述がされているっていうのは、ここだけになりますよね。このクラスだけになりますよね。ということでね、まあ、ソースコードの重複を防いだりね、使い回すことで、まあ、処理を楽にする、あるいは管理が楽になるとか、まあ、いろいろとメリットがありますと。
あとですね、使うクラスだけをインスタンス化することでメモリ節約&処理スピードアップと。まあ、これはどういうことかというと、じゃあ例えばこの、ね、超長文ソースコード、これ実行するためには、この情報を全部メモリに載せなきゃダメですね。で、これはじゃあ1億行だったとしたら、1億行分の、なんていうかメモリが必要になって、まあメモリパンクするでしょうね、大体の場合は。ではなくて、まあ、使う部分だけ、処理において使う部分だけを小分けにメモリ上に載せて、で使い終わったら、それを消すみたいな、そういうふうにしていくと、メモリっていうのは、最低限しか使わないですよね。で、まあメモリがね、パンパンになるってことは、つまり処理スピードも遅くなるので、ね、メモリを節約するっていうのは、処理スピードアップにもつながる、逆に言えばつながるということを、まあちょっとね、意識してください。で、あとは、どのプログラムがどこに書かれているか、誰がいつどのような背景で書いたかなど、情報の管理や特定がしやすいと。まあ、これはね、クラスっていうものを、まあ、ある一定のまとまり、役割ごとに、分けるわけですね。そうするとね、じゃあさっきのね、消費税が改定されましたと。そうなったら、はい、消費税を扱うクラス、ね、消費税クラスっていうのをパッと分かりますよね。とかね、あとは役割分担して書いてるんで、このクラスを書いたのは誰々みたいな情報も、残すことができます。そうなるとね、ここなんかバグ起こっちゃったんだけど、これなんでかなみたいなのを本人に聞くことができると。はい、とかね、まあすごい管理が楽になりますと。で、あとは、変更が必要なクラスやメソッドのみを修正すれば良いと。メンテナンスで、まあ先ほどと一緒ですね。まあ、役割ごとにやっていると、まあ、じゃあ消費税が改定されたら消費税クラスだけを修正したらいいと。一方でですね、まあ、超長文ソースコードの中の一部、ね、消費税の部分、ここだけ変えようとしても結構ね、影響範囲がいろいろと散っていて、まあ結局超長文ソースコード全体をチェックしなきゃダメっていう風になるんですね。このね、チェックの、コースバカにならないんでね、まとめておくと、チェックのコースとかも楽ですと。要するに影響範囲がめちゃちっちゃくなると、メンテナンスもしやすいよってことですね。はい。まあ、などなど、まあ、超長文ソースコード書くよりも、こうやって分けて役割分担してやった方が、まあ、明らかに、メリットはでかいですね。はい。では次行きましょう。でですね、じゃあ、書こうと思えば、すべての、プログラム、システムっていうのは、まあ、1枚のソースコードで書くことができる。まあ、それを、クラスごとに、役割ごとに分けていくと。で、どのようなルールで分けるのっていうと、まあ、いくつか流派があるんですね。で、今回から、勉強していくオブジェクト指向っていうのは、まあ、このソースコードの、超長文ソースコードの分け方の、まあ、一種ですと。流派の一つ。で、このクラスっていうものを、すみません、じゃあちょっと読みますね。一つ一つのクラスを役割を持ったものとして扱おうと。ね、いろんなものとものを作って、そのものとものの、関連性を、定義することでシステムっていうものを作り上げようっていうのがオブジェクト指向です。ね、英語が得意な方はね、ものっていうのがオブジェクトっていうね、ことを、まあ、意味をしてるっていうのは分かりますよね。はい。でね、まあ、もうちょっとね、具体的な話をすると、じゃあ例えばパソコンクラスっていうのがね、まあ、超長文ソースコードとしましょうと。で、これを役割を持った物ごとに分けると。でね、例えば、この本体、そしてモニター、キーボード、マウス、それぞれ別個のクラスにすると。でね、この関連性を定義していくことで、システムっていうのを作っていくと。はい。でですね、じゃあ次に、車っていうもの。こいつをですね、まあ、クラスでどのように表現していくかっていうのを、まあ、ちょっと一緒に考えていきましょう。でね、車っていうのにはですね、まずどんな情報があるかなってちょっと想像してほしいんですね。ちょっとだけ想像してみましょうか。はい、想像しました？ね、で、いろいろあると思うんですね。よっと。
で、まあ、いろいろあると思うんですけど、例えば乗り物なんで、加速、減速、これしますよね。あとは夜道は走れるようにライトが光るとか、クラクション鳴らせるとか、まあ、あとはね、車種名、まあ、プリウスとかね、まあ、そういうやつですね。とか、あとは一つ一つの車にオーナーがいますよね。持ち主。あとは、色、塗装色とか、現在、何キロスピードが出てるかとか、まあ、いろいろあると思います。でですね、これら、2種類に分けることができるんですね。よっと。まあ、機能と属性。まあ、属性ってちょっと分かりにくいんですけど、まあ、情報って読み替えてもいいかもしれないですね。機能っていうのは、要するに何ができるかっていう話です。ね、このものはどんなことができるの？っていう情報。あとは、属性、まあ、情報。これはどんなものか、どんな状態かっていう情報ですね。はい。で、この2種類に分かれるっていう感覚、まずすごい持ってほしくて、これなんでかっていうと、よいしょ。で、このもの、車っていうものをクラスで表現する際、この何ができるの？っていう話は、メソッドで定義していくんですよ。例えば、加速するっていうと、じゃあ、アクセラレーターメソッドっていうのを作って、こいつを起動すると、まあ、例えば1キロ分加速するとかね。あとは、減速する。これ、ブレーキメソッド。ね。まあ、踏む、こいつを実行すると、まあ、速度が1キロ下がるとか。あとは、ライトオンメソッド。起動するとライトが光る。クラクションメソッド。起動するとプープーって言うと。で、もう一つ。属性。情報。まあ、どんなものか、どんな状態かっていう情報。こいつはですね、変数で定義していきます。ね、車種名。これカーモデルっていう変数。で、ここに、例えば、プリウスっていうカナを入れておくとかね。あとは、オーナー。まあ、これはね、じゃあ、モコとかね。まあ、持ち主の名前を入れておくと、塗装色、赤とかね、現在のスピード、まあ、時速100キロ出てるんだったら100みたいな、データを管理すると。っていうふうにしてね、このものが何できんの？そして、どんな、情報を持ってんの？どんな状態なの？っていうのをメソッドとフィールドを使って、まあ、表現するという流れです。でですね、まあ、サンプルとして、サンプル2の01の1のカーっていうのをご用意してるんですけど、まあ、こいつを開いていただくとね、まあ、こんな感じで書いておりますと。で、まず、クラスブロックの直下ってメソッドしかないイメージだったと思うんですけど、変数の宣言できます。で、このようにね、クラスブロックの直下で定義された、宣言された変数のことをフィールドって言いまして、これは、ちょっと特別な変数で、このクラスが表現しているものの情報を表すんですね。はい。フィールド。この単語、ぜひ覚えてください。クラス直下で定義された変数のことをフィールドって言いますと。で、その変数は、そのクラスの情報を表現していると。ね。で、見てみると、ストリング、カーモデル、イコール、クーペ。ね、カーモデル、つまり車種名はクーペだよと。で、ストリング、オーナー、イコール、モコ。オーナーはモコちゃんですよと。カラー、これ色を表現している。塗装色を表現していると。塗装色はレッドですよ、赤ですよ。スピードは今時速0キロですよ。ライト、これはまあ、ライトが、トゥルーであれば点灯、フォルスであればショート。で、今フォルスなんでついてませんよ。っていうね、今の車の状態を表現していると。で、その下のメソッド。これが、何ができるの？どんな機能を持ってるの？っていう話ですね。で、先ほど言ってた、加速するためのメソッドであるアクセラレーターメソッド。まあ、これはね、呼び出すと、まあ、ちょっとね、この辺、中身は、置いときまして、まあ、少し速くなった、みたいなメッセージを出したりすると。はい。っていうふうにして、まあ、表現していくと。でですね、まあ、昔、多分説明したと思うんですけど、クラスっていうのは設計図なんだよっていう話をしたと思うんですけど、ね、まさにこれは車の設計図なんですよ。この車はこういう情報を持っていて、こういう機能を持っているよねっていう設計をしていると。設計の表現をしていると。はい。では次行きましょう。
で、とりあえずおさらいですね。おさらいと、まあ、追加で、ポチポチと情報を加えていくと、まず、オブジェクト指向というのは、ある役割を持ったものごとにクラスを分割し、ものとものとの関係性を定義していくことでシステムを作り上げようとするシステム構成の考え方ですと。もうこれはね、丸暗記してもいいぐらいですね。まあね、このチーラーの動画を見てる方はね、まあよくね、まあこれから面接に行くかもしれない方が多いと思うんですけど、ね、オブジェクト指向を勉強してんだね。オブジェクト指向ってどんなものかわかるの？みたいな聞かれたりよくしますね。なんで、ぜひ深く理解しておいてください。で、まあ、物事に、まあ、クラスごとに分業して一気に開発を進めることができたり、情報の管理やメンテナンス性に優れているという点から、大規模なシステム開発で特に効果を発揮しますと。いいですよね。で、Java はですね、オブジェクト指向言語って言われてます。ね、オブジェクト指向で開発するのに、まあ、すごい、なんていうか、まあ、かゆいところに手が届く、まあ、いろんな機能が提供されているんですね。なので、まあ、大規模システムはよくオブジェクト指向が扱われると。故に、まあ、Java っていうのはよく、まあ、業務系のシステム、大きいシステムで採用されているということですね。ものを表現するためには2つの情報、属性、どのようなものか、そして機能、何ができるかが必要になりますと。で、これまでクラスブロック直下にメソッドしか定義してなかったんですけど、実はね、変数も定義できまして、こういうのをフィールドっていうんでしたね。で、このフィールドが、属性、どのようなものかっていうのを表現しており、メソッドが、機能、何ができるかっていうのを表現していると。でね、まあ、これは新情報なんですけど、メソッドとフィールドを合わせて、まあ、つまりクラスブロック直下の情報全部のことを、メンバって言います。このメンバっていう単語も覚えておいてください。この後ですね、ちょこちょこと出てきます。では次行きましょう。でですね、まあ、先ほどこちらでね、クラスっていうのは設計図なんだよっていう話をしたんですけど、まあ、本当にペラペラの、紙の設計図と思ってください。なのでね、設計図がメモリ上に存在すると。そして、そのメモリ上の設計図に対して速度を上げてくださいって言っても、まあ、無反応なんですね。まあ、そういうふうに実際に動く機能っていうのはこのペラペラの紙にはないんですよ。じゃあ、どのようにしてプログラムって動いてるのっていうと、実はですね、よっと、この設計図をもとに実体を作ります。実体、まあ、車だと普通に1台生産するイメージですね。で、この実体が、まあ、メモリ上にね、ボーンと置かれるんですけど、こいつが、速度を上げてくださいとか命令を受け付けたりね、あるいは実行したりすると。でね、このような、設計図をもとに作り出された、実体のことをインスタンスって言います。で、この設計図をもとにインスタンスを生み出すことをインスタンス化って言いますと。なのでね、まずこのインスタンスっていう単語、もうオブジェクト指向においてもう最高レベルの、超重要キーワードなんで、ぜひまずは頭に染み付けてくださいと。ね、速度を上げてくださいっていう命令に対して設計図は何もできないと。設計図をもとに生み出した実体が「はーい」と言ってアクセルを起動したりすると。でね、まあイメージなんですけど、まあ某カードゲームとかね、じゃあバトルフィールドにカードをポンと置くと、まあ、召喚されて、まあ、なんかふわふわと浮いてね、なんかで、なんか攻撃しろみたいな感じで命令を受けると、そのなんかふわふわ浮いている実体が攻撃したりしますよね。でね、まあ一旦このイメージを持ってほしくて、このカードって、まあこいつの名前は何々で、何属性で、HP なんぼで、防御力なんぼで、こういう、あとは、相手に、1000のダメージを与えるみたいな攻撃の、情報とか、ね、何ができるかと、どういうものかっていう情報が書かれてますよね。で、このペラペラのカードを、まあ、クラスみたいなイメージで持っていただけたらいいかなと思います。そして、何か、そのクラス、
のモンスターに、何かしらのね、命令をしたいっていう時は、一回召喚しなきゃダメなんですね。召喚。で、この召喚こそがインスタンス化ですね。で、体当たりをしろっていうと、こちらの召喚したふわふわ浮いてるやつが、実行に移すと。で、このふわふわ浮いてるやつが、インスタンスのイメージですね。はい。で、メモリがバトルフィールドのイメージですね。はい。よろしいでしょうか。はい。でね、インスタンスのイメージなんですけど、まあ、クラスっていうのはもう本当にまんまこの情報ですと。このソースコードの情報が入っていると。で、インスタンス化をすると、まあ、実際に、メモリ上に、まあ、例えば、カーモデルっていうストリング型の変数がボンと生まれるわけですね。あとは、メソッドですね。メソッドもですね、メモリ上に一定の領域を切って、まあ、ここからここまでが、このメソッドの情報ですみたいな感じでメモリ組むんですね。はい。で、そういった、変数とか、メソッドのメモリ領域をまとめている。で、こういったものがインスタンスになります。はい。で、あとですね、これちら復習の画面ですね。以前インポートのお話をした時にね、特に API のインポートの時ですね。API っていうのは、もう無数に存在していると、クラスがね。で、こいつらの情報を、全部メモリ上に置いてると、まあメモリってパンパンになっちゃいますよと。なので、使う分の、API のクラスの情報だけを、メモリ上に持ってくる。ね。そうするとね、インポートしてメモリ上に置くことで使える状態になると。ね、使う分だけをキッチンに置いて、それを、ソースコードから呼び出すみたいな。まあそういう話をしたと思います。で、なんですけど、ちょっとね、こちら若干嘘です。インポートしてメモリ上に置くことで使える状態になる。実は使える状態にはなってなくてですね。よっと。ね、まあこの、電子レンジのね、クラスが、API として存在してた、こいつをじゃあマイクロウェーブ.クラスとしましょう、ね、これ実際のファイルね。で、まあこいつを、メモリ上に持っていくことを、まあ、インポートでね、まあこれロードとも言います。ロードメモリ上に、何かしらの情報を持ってくることを、ロードと言いますと。でね、これ持ってきた情報って、あくまでこのクラスの設計図の情報なんですね。ね、電子レンズの設計図の情報が、ボンと置かれると。なので、これペラッペラの設計図です。なので、この状態では実は使える状態ではないんですね。で、使える状態にするためには、よっと、ね、インスタンス化が必要ですと。はい。で、まあこれ今回 API のお話をしましたけど、まあ別に自作のソースコードでも一緒で、まずは、ソースコードの情報をロードしてくると。ね、そうすると、まあこのファイルの情報がメモリに置かれますと。これ設計図ね。設計図がメモリに置かれますと。で、その、クラスを本当に使いたければ、さらにその設計図からインスタンス化をして、そのインスタンスに対して実行しなきゃダメですと。命令をしなきゃダメですという流れ、ここポイントなんでぜひ押さえてくださいと。はい。まあ絵にするとこうですね。はい。でね、あとはですね、まあ、全てのソースコードをものとして表現するみたいな話をね、まあこの辺でしたと思うんですけど、はい。なんですけど、実はものだけを書けばいいってわけじゃないんですね。だって物ってそこで静止している状態ですよね。誰かが使わないとダメですよね。はい。でですね、はいと。はい。物単体がいくつかあるだけではシステムとしては動かないと。なので、当然台本のようなクラスも必要になるんですね。この場合、例えばじゃあこの車にのアクセルを起動したいと。そのためには、まず、インポートしなきゃダメですね。なんで、インポートせえっていう命令をしなきゃダメですと。で、さらに、クラスを元にインスタンス化せえと。で、さらにさらに、そのインスタンスに対して、はい、アクセラレーターメソッド起動せえみたいな命令をすると。で、こういう、なんていうか処理の流れが、書かれているようなものを、も必要ですと。
でですね、じゃあこれからですね、このインスタンス化の動きについて、ソースコードを見ながら、勉強していきましょう。で、ウズカレオンラインでもね、配っていると思うんですけど、よいしょ。まずは、こちらのサンプル2の01の1カーっていうのと、サンプル2の01の1のドライブ、この2種類のソースコードを、まずは、お手元に、ダウンロードしてください。でですね、じゃあまずはドライブからいきましょうか。ドライブ開いてみると、はい、まずね、このクラスの直下、メインメソッド入ってますね。メインメソッド。なので、プログラムはここからスタートします。逆に、カーの方は、こちらメインメソッド入ってないです。で、このカーの方がものです。もの。車っていうものですね。まあ、先ほどね、チラ見せしたと思うんですけど、これ、いろんな、計5種類かな。5種類の変数、まあ、つまり5種類の属性、情報が定義されておりまして、こういうのをフィールドって言うんでしたね。あとは、1、2、3、4、5。これまた5種類のメソッド。で、これは機能ですね。ね、何ができるかと、どういう状態か。っていうものが、管理されていると。でね、ドライブ側は、こちらが台本になります。台本。よっと。ね、まずは、インポートして、インスタンス化して、そして、インスタンスの速度を上げろ、みたいな。こういう命令をしていくみたいなね、処理の流れを変えていく。こういった方がドライブの方になります。でね、まあ先ほどちょっと飛ばしたんですけど、こういうね、台本のクラスっていうのは、まあ多くの場合、例えばメインメソッドを持つパターン。メインメソッドを持っているクラスっていうのは、まあ大体台本クラスですね。まずこれして、次にこれして、みたいな、処理が書かれていると。でですね、一旦教材に戻りまして、はい、まずはインスタンス化のお話をしていきたいと思います。インスタンス化。ね、具体的にどのようにやるの？っていうと、ソースコードの、まあ、7行目を一旦見ましょう。7行目。でね、こちら、7行目と全く一緒です。で、ここがですね、インスタンス化をしている場所で、まず、サンプル2の01の1のカー。これ、クラス名ですね。クラス名。で、これ、このサンプル2の01の1のカーっていうクラスからインスタンス化を行ってますと。で、この、インスタンス化した実体ですね。インスタンス。こいつはですね、名前をつける必要があります。で、この実体につけた名前が、このモコカーってやつです。はい。でね、インスタンス化の仕方としては、まずクラス名、そして実体に、インスタンスにつけたい名前、そしてイコール書いて、new、そしてサンプル2の01の1のか、これクラス名ですね。クラス名丸括弧。ね。これが、実体を生み出す時の、まあ、お作法ですね。でですね、このインスタンス化の式、まあ皆さんもそんなに初見というわけではないんですね。まあいくつか見てるはずです。で、例えばなんですけど、よっと、これね、ビッグデシマル。で、ビッグデシマルって何だったかというと、まあね、10進数の数値を扱うことのできる、まあ特殊な箱みたいな、変数みたいな、まあそんな説明をね、してたと思います。で、こいつを作るためには、このように書けばいいんだよ、みたいな。まあそんな感じが来ましたね。で、これ、ビッグデシマルって、これクラス名ですよね。API、ね、Java.Mass パッケージにいるビッグデシマルクラスですよね。で、この B1 っていう、まあこの、じ、あ、失礼、変数ですね。このビッグデシマル型の変数の正体は何かっていうと、このビッグデシマルクラスっていう設計図から生み出されたインスタンスなんですよ。ね。でね、まあ、ちょっとこの丸括弧の部分にデータを突っ込むと、まあこの箱の中に入るみたいな、まあ、そんな説明をしたと思うんですけど、まあ、この丸括弧の部分はですね、まあ、フライングして教えておくと、まあ、この箱にね、データを突っ込むための入り口です。はい。まあね、こちらの扱いについては、次回のところで、詳しく説明しますので、まあ、今は、とりあえず、インスタンス化した、実体にデータを突っ込むための入り口だと、まあ、それぐらいの感覚で見ておいてくださいと。
というようにですね、まあ、インスタンスっていうのは、このクラス名を型として扱うんですね。はい、なのでね、ここ、まあ、インスタンス名と言いつつ変数名としてますね。変数名。そして型。ね、型はクラス名と。はい、まあ、この、インスタンスっていうのは、クラスを型として扱うんだよっていう感覚はね、ぜひ持ってください。まあ、追加でね、先ほどビッグデシマルで説明しましたけど、ストリングもそうですよね。ストリングっていうのは、ラングパッケージにいるストリングクラス。こいつからね、実体化されたものですと。でね、まあ、パッケージのソースを見ると、ラングパッケージの下には、ストリングクラスっていうのがいまして、はい、これストリング .java ね。これをコンパイルしたストリング .class をもとに、ストリング型の変数、つまり文字列を扱うことのできる変数っていうのが生まれていると。はい。でね、でもストリングを実体化するときは、やっと、失礼。まあ、このやり方じゃないですよね。ストリング、例えばじゃあネーム、ストリングネーム、代入モコみたいな。よし、こっちで書くか。ストリングネーム、代入、はい、モコと。はい。これ、全然、なんていうか、インスタンス化の正式なやり方ではないですよね。で、これは、なんでかっていうと、まあね、以前ストリングの説明した時にも軽くしたと思います。正式な作り方は、こうなんですよ。new ストリング、そしてデータの入り口を受け付ける丸括弧に、こう。これが正式な書き方。でね、なんですけど、このストリング型っていうのはあまりにも頻繁に使うんで、いちいち new とか書くのめんどくさいと。で、しかも、なんていうか、プリミティブっぽい扱い方しますよね。まるでその変数に、そのモコっていうデータが、直で入ってるかのような、まあそういう扱い方をするんで、じゃあ、プリミティブっぽい定義ができるようにしようというふうにして、まあこのような定義を特別に許されてるんですね。で、こういうのを疑似プリミティブって言うんでしたね。これ覚えてますかね？これ疑似プリミティブ。はい。ね。ということで、はい。まあ正式な作り方はこれなんだよっていうのは一つ押さえておいてください。なのでこれでも作れます。はい。インスタンスはクラス名を型として扱う。これ一つ覚えておきましょう。ね。生成の元となったクラス名が、型となると。では次いきます。はい。で、まあ、インスタンスの実際の姿と。でね、まあ、イメージ的には、クラスをもとに生成された物体、ね、メモリ領域の物体、こいつがインスタンスって話をしたんですけど、まあ、実際の姿はですね、ドンと、こんな感じです。まあ、要するに、まあ、参照型の変数なんですよ。この、サンプル2の01のカー型のモコカーっていうのは、まあ、参照型変数でいろんな場所情報を、持っています。何の場所情報かというと、はい、まあ、このね、クラスで定義されている変数やらメソッドの場所情報ですね。でですね、まあ、このインスタンスができるまでの過程を、まあ、この式にのっとって、まあ、ちょっと説明していきたいと思います。でね、まあ、ここイコールって代入演算子ですよね。なので、この代入演算子を扱うときは、代入演算子の左側は箱の話、右側は値の話。で、まあ、この1行の処理っていうのは3ステップなんですよね。まずは箱を準備して、そして、突っ込む値を準備して、最後に代入すると。ね。まあ、この順番でインスタンス化も行われてます。で、はい。まずは箱の話ね。箱が用意されると。で、まあ、サンプル2の01の1カー型、ね、クラス名を型とすると。で、この型の、変数、参照型変数ですね。
の空箱をまず用意しまして、そしてその空箱にモコカーっていう名前を付けると。ね、ここまで。まずはメモリ上に用意されると。次に、はい、イコールより左側で、これ、ニューサンプル2-01の1カー括弧括弧。はい。これがですね、インスタンスを作る式になります。ね、new っていうと、まあ、大体メモリに新しくメモリ領域を作って、まあ、新しいデータを作り出す。まあ、そういうイメージをちょっと持ってくださいと。でね、new サンプル2-01カー括弧括弧ってすると、このクラスを元にした実体がね、この設計図の通りに生まれますと。ね、設計図に計5つの変数が、まあ、書かれていたと。だったら、その設計図の通りに、まあ、イメージ的には JVM 君が、と作っていくんですよ。じゃあ、まずは1つ目の変数をここに作ろうと。2つ目、ここに作ろう。3、4、5個目もここに作ろうと。そして、メソッドの情報も読み込んで、じゃあ、このメソッドをここに作ろう、作ろう、作ろうっていうふうにして、メモリ上に設計図をもとにデータが入れられまして、そしてそれらを参照しているっていうね、まあ7子のサンプル2-01カー型のデータができると、参照型データができると。そして最後に代入、この場所情報がピーッとコピーされると。はい。っていう形で、はい、モコカーにね、これらの場所情報がドンと入ると。まあ、こういう流れですね。そして、はい、最終的にこうなるということですね。これが、インスタンスそのものです。はい。で、次にね、インスタンスの活用っていう話をしていきたいと思います。でね、システムっていうのは、このようにね、クラス同士の、まあ、関連性を定義していくことで、まあ、システム全体を作っていくと。で、具体的にこの関連性って何やねんっていう話をしますと、はい、まあ、こういうイメージなんですね。そのクラスをもとに生成されたインスタンスが、他のクラスから生成されたインスタンスに、まあ、を、まずインスタンス化しつつ、そいつに対してこのメソッド起動してくださいとか、このフィールドの値をちょっと参照させてくださいとか、まあそういった命令をすると。で、そうすると、はい、こちらがそのフィールドに入っているデータですとか、はい、そのメソッドを起動した戻り値はこちらですみたいな感じでデータが返ってくるっていうふうにして、やり取りが行われるんですね。はい。というふうにしてね、インスタンス同士がメソッドを起動したり、まあ、そういったアクセスをし合うことで、システム全体を作っていくという流れですと。はい。でね、じゃあ、インスタンスの活用。まずは変数を扱いたい。まあ、具体的にはフィールドですね。インスタンスのフィールドを参照したり、あるいはそのフィールドに対して代入したいっていうとき。まあ、こちらはですね、まあ、こちらのソースコードで言うと、ドライブの方の、まあ、15行目から19行目あたりですね。まあ、ちょっと見ていただくと、はい、モコカードとカーモデル。これはどういう意味かというと、はい、モコカーっていうインスタンス。ね。まあ、詳細な情報で言うと、モコカーの中のモコカーが参照しているカーモデル。まあ、つまりこの変数を指していると。モコカーが持っているカーモデル。つまりこの変数を指していると。はい。でね、単に変数名を書くと、これ参照になるっていうのは、まあ、普通の変数の扱いと一緒ですよね。あとは、例えば、ちょっとこちらのソースコードにはないんですけど、モコカー。あ、これでいいや。モコカー .carModel、代入、プリウス、みたいな。こうすると、モコカーのカーモデル、もともとクーペが入っているのに、プリウスっていう値を上書きで代入することができます。というふうにしてね、インスタンスが抱えている変数にアクセスする際は、はい、インスタンス名ドット変数名。ですれば、まあ、そこにアクセスできると。
で、まあ、普通の変数を扱うように、まあ、扱うことができますということですね。で、同様に、じゃあ、このインスタンスが持っているメソッドを起動したい場合っていうのは、インスタンス名ドット、メソッド名で起動できます。で、よいしょ。ソースコードで言うと、まあ、この辺ですね。この辺。34行目。モコカードとアクセラレーターカッコカッコ。ってすると、このモコカーというインスタンスが持っているアクセラレーターメソッドを起動するんですね。で、アクセラレーターメソッドってどんなんかなっていうと、設計図を見に行ったらいいんですね。はい、ということで、サンプル2の01の1カークラス見てみると、アクセラレーターメソッドいますと。はい、今、この設計図通りに作られた、アクセラレーターメソッドっていうのを起動したと。で、これを起動すると、どういうふうな動きをするかというと、はい、15行目、スピードプラスプラスって書いてますね。プラプラ。で、プラプラっていうのは、プラス1。箱の中身をプラス1するってやつですね。で、このスピードっていう箱。なんやねんと言いますと、これ、こいつですね。フィールドです。で、これからですね、特にオブジェクト思考をやっていく上で、はい、このメソッドがフィールドの値をいじくるっていうシーン、めちゃめちゃあります。でね、覚えてますかね？スコープっていう話。スコープ。何だったかというと、ね、ある変数が宣言されたと。こいつの有効範囲は、この変数が宣言されたブロック内ですよと。でね、フィールドっていうのは、クロスブロック直下で変数宣言されるじゃないですか。ということは、つまり、はい、このクラスブロック内、クラス内全域で有効なんですよ。なので、当然、メソッド内からもアクセスできます。でね、スピードプラプラってことは、フィールドの値をプラス1すると。そして、フィールドっていうのは、そのものの情報を表してるんですよね。このスピードっていう変数は、この車が今、時速何キロかっていう情報を表してるんですね。つまり、アクセラレーターメソッドを起動すると、この車、現在、時速0キロ、つまり止まってる状態から、時速1キロへと、ちょっと加速したという情報に、上書きされたと。図でイメージでいくと、このインスタンスの情報ね、アクセラレーターメソッドを起動すると、はい、スピードに、フィールドにアクセスしまして、このフィールドの値をプラス1したと。そうすると、この車の情報ね、今時速何キロですか？時速1キロですよっていうふうにしてなったと。はい。で、まあですね、このインスタンス名ドットメソッド名っていうのは、まあ初めてではないですよね。で、こちらも、はい、ビッグデシマルで、使ってましたね。まあ、この b2.multiply丸括弧 b3。 これって、まあ、b2 と b3 っていうのはビッグデシマルクラスから生まれたインスタンスですよね。そしてインスタンス名ドット multiply 丸括弧、これ multiply っていうメソッド、ビッグデシマルクラスで定義されたメソッドですと。まあ、実際に見てみますと、じゃ例によって API のソースを覗いてみましょうと。Java パッケージの下のマスパッケージです。の下のビッグデシマルドット Java。はい。これがですね、ビッグデシマル型の、まあ、変数っぽいもの、インスタンスの、まあ、設計図ですね。で、ここで、まあ、ちなみになんですけど、はい、これ。intval っていう変数。これがですね、このマイナス6とか0.1とか10進数の数値を管理している変数になります。で、マルチプライ、これですね、マルチプライメソッドっていうのも定義されてまして、はい、まあ、このね、b2 っていう、ビッグデシマル型のインスタンスの中のマルチプライメソッドを起動していると。そして、このマルチプライメソッドの引数として B3、ビッグデシマル型の B3 っていうのを突っ込んでると。はい。でね、まあ、絵にするとこんな感じですね。はい。B2 っていうインスタンスの中には、まあ、さっきのね、イントバルみたいな、イントバル、
イントバル、失礼、これですね。はい。こういう、まあ、数値を管理する変数もあれば、まあ、他にもいろんな変数あるんですけどね。あれば、まあ、さっきのマルチプライのようなメソッドもいっぱい持っていると。で、そういうのがね、たっぷり詰まったものがこのビッグデシマル型のインスタンスなんですね。その中の、いっぱいあるメソッドのうちの一つであるマルチプライメソッド。こいつは、まあ、引数としてビッグデシマル型のデータを受け取ると。そうすると、自身のインスタンスで管理している、この十進数の値と、受け取った十進数の値の掛け算の結果を持ったビッグデシマル型のデータを戻り値として返すと。はい。まあ、こういうメソッドですと。ね。なので、まあ、この b2.multiply 丸括弧 b3 っていうのは、まあ、こういう物語があるということですね。はい。なんとなくでいいんで、理解したら次に行きましょう。まあ、ちなみにね、さっきのマルチプライ。マルチ。はい。これ確かに、このメソッドですね。この戻、あ、失礼。引数のところ。ビッグデシマルマルチプライキャンドみたいな書いてますね。これ、引数の型ですね。ビッグデシマル型受け取るよと。で、戻り値もビッグデシマル型ですね。ね、ビッグデシマル型を受け取って、計算結果をビッグデシマル型で返すと。ね、こう定義されてますよね。はい。では次行きましょう。で、あとはですね、インスタンスっていうのはですね、まあ一つのクラスから、いくらでも生成できます。で、このドライブのソースコードね、サンプル2.0.1.1のドライブ .java の、7、8行目。はい。これね、サンプル2.0.1のカクラスから、7行目では1つインスタンス化して、モコカーって名付けてると。で、8行目で、もう1回同じクラスから再度インスタンス化して、そいつにチョコカーって名付けてると。ね。まあ、こういう状態ですね。この2行で2つ車が生まれたと。でね、この2つはもう完全に独立した、切り離された存在ですね。まあ、普通に実物で想像してもらっても、まあ、車の設計図から、何台でも、まあ、なんていうか生産されますよね。そして、じゃあ2台生産されたとしたら、この2台、まあ、オーナーも違えば、まあ、もしかしたら色も違うかもしれないし、出してるスピードも片方は停車してるかもしれないし、片方は時速100キロ出て、ね、できてるかもしれないみたいな。っていうふうにして、まあ、完全に独立して、分けられた存在ですと。でね、ソースコードで。で、ソースコードの下の方で、よっと、ね、ここか。モコカー .accelerator メソッド。ね、モコカーの、アクセラレーターメソッド。イメージ的には、役割的には、これ、アクセルですね。アクセル。車のアクセル。モコカーの、アクセルを踏んだと。ほんだら、スピードアップするのは、モコカーのスピードですよね。ね、なんで、チョコカーは完全に、まあ、放置とか何もされていない状態ですね。逆に、チョコカードとアクセラレーターみたいなのすると、チョコカーの方のスピードが1キロ上がるわけですね。はい。まあ、当然ですよね。この車のアクセルを踏んだら、この車のスピードが上がるし、この車のアクセルを踏んだら、この車がスピード上がると。はい。っていう感じですね。はい。まあ、こちら、最後に一応実行しましょうか。で、メインメソッドを持ってる側を起動するんですよね。よいしょ。じゃあ、コマンドプロンプトを立ち上げて。メインメソッド持っているドライブの方をコンパイルします。で、実行します。でですね。まあ、じゃあ、復習がてらソースコードを追っていきましょう。まず、ドライブの上の方でね、2体、ね、車を、まあ、シナリオですね。このメインメソッド、シナリオです。台本ですね。
まずは、2つのインスタンスを作っていると。片方はモコカ、片方はチョコカ。で、シナリオ2と。このモコカの各フィールドの値を参照しています。どうやって参照しているかというと、モコカでインスタンス名ドット変数名、フィールド名ですね。こうすると、フィールドの値を参照できますと。で、実際、カーモデル、オーナー、カラー、スピード、ライトの値を覗き見ている結果を見ると、確かに、クーペ、モコ、レッド、ゼロ、フォルス。これっていうのは、カーの方の設計図を見ると、ね、確かにフィールドとしてこの5つのデータが入ってるんですよね。はい。なんで、しっかりとこの、カークラスをもとに作られたインスタンスのフィールドの値を、こっちのドライブクラスから覗き見ることができていると。参照することができているというのが、これ確認できましたと。で、まあ、ついでにですね、チョコカーの方。で、これは、スピードだけちょっと見たいと思います。スピードだけ。で、チョコカーの方も、同じ、この、カークラス。からインスタンス化されているので、フィールドにモコカーと全く同じ値が入ってますね。まあ、なので、まあ、実はね、この辺の話は次回触れていくんですけど、このクラスの方で、ね、変数宣言と同時に値を初期化していると、どのインスタンスも、まあ、オーナーがモコになっちゃうんですね。まあ、この辺の、まあ、いけてない部分っていうのは、まあ、次回フォローしますね。で、今回はね、チョコカーのスピードだけ注目しましょう。ちょっとその辺は無視してね。で、スピードは当然0ですと。で、26行目の結果ね、チョコカー .speed ってすると、まあやっぱり0っていうのが、取れていると。ね、OK ですね。で、シナリオ4と。はい。で、32行目で、モコカーのアクセラレーターメソッドを起動しますと。そうすると、まあ、絵的には、はいと。モコカーのアクセルを踏むってことは、モコカーのスピードが0から、プラプラされるので1になると。アクセラレーターメソッドをもう一度見ると、これ、自身のインスタンスのフィールドであるスピード、こいつをプラプラすると、プラス1すると。なので、まあ、この絵の通り、スピードがプラス1になってるはずだと。0から1に上がってるはずだと。そして、あとは、こいつを起動すると、少し速くなったってメッセージを、残します。で、見てみると、確かに、シナリオ4の後に少し速くなったって出てますね。これは、ドライブから、アクセラレーターメソッドを起動した結果ですね。アクセラレーターメソッドのこいつが出たと。はい。で、最後、ここ34行目から先で、もう一度ね、モコカーのアクセラレーターメソッドを起動した後の、モコカーの各フィールド、およびチョコカーのスピードの値を除いていると。まあ、そうすると、はい、モコカーのフィールドは、スピードだけが0から1に更新されてますね。っていうのが見えましたと。で、インスタンスっていうのは、いくらでも作れて、かつ、それらインスタンスの一つ一つは区別できると。なので、チョコカーのスピードは特に変わってないですね。アクセラレーターメソッドっていうのは、あくまでモコカーのアクセラレーターメソッドだったんで、チョコカーの方は特に影響を受けてないっていうのが見えましたと。はい。まあ、こんな感じでですね。まあ、こちら台本ですね。台本から、インスタンス化をして、まあ、いろいろとフィールドを覗き見たり、あるいはメソッドを起動してみたり、することで、まあ、プログラムを、まあ、作っていくという流れが見えたかなと思います。はい。まあ、ぜひね、まずはこの単純な、2つの、クラスの関係性っていうのは、必ず理解するようにしてください。ということでですね、まあ、オブジェクト思考とはっていう話は一旦ここまでにしておきたいと思います。
まあ、最後にね、まあ、このページで、まあ、これまで紙芝居のように説明してきた内容を文書化してますんで、まあ、情報の整理に役立ててください。はい。ということで、今回はこれで終わりたいと思います。お疲れ様です。うずうずでは、プログラマー就職に必要な学習サポートと就職サポートを無料でご用意しております。質問し放題の環境で、現場に通用するスキルをパシパシと教えますので、ぜひ一緒に頑張りましょう。興味あるなという方は、こちらからご登録ください。また、この動画が気に入っていただけたなという方は、いいねと、こちらからチャンネル登録をお願いします。